ちょっと古い三脚の足を中古で買ってきました。フランス製有名メーカーのものですね。これをこんな感じですね。傷多し。だいぶ使い込まれてますね。この滑り止めのゴムなどもだいぶ伸びちゃったり緩んじゃったり、一部は失われてなかったのでテープを巻いて補修しました。この剥げた塗装を塗り直したいなと思います。またこれは雲台がなかったので、カメラをつける部分がなかったので、たまたまやはり以前中古で買ってきてあったスリックの雲台、これをつけたいと思います。で、本来はここの表面に同じ大きさの土台となるプレートがここについてるはずなんですけど、それがないので、まあ今回ボール雲台ということで直接これに固定しちゃおうと思います。そのために、こういう4分の1っていうんですかね、インチのネジ、これを、一般的なちっちゃい三脚のネジに変換するネジが300円ほどで売っていたので、これをつけて、しかもここ少し穴が開いてへこんでるんですけど、これを入れ込むとちょうどいい高さになるので、これを入れて、でも1ミリぐらい沈んじゃうかな。ここはワッシャー入れて調整しようと思います。同じ高さにして、このこいつを取り付けたいと思います。このそれぞれの段の中側にストッパーがあるんですが、それもだいぶ、弱っていたというか、使い込まれて、しっかり締まらない、滑って空回りするような状態になっていたので、こいつをネジが外しまして、これですね。でもっと、砂が入ったりザラザラだったんですけど、ここをきれいにして、とりあえず表面中側全部余計な油分も拭き取って入れ直すということを全部の段足について行いました。これで、ロックはしっかりかかるようになったので、三脚としての機能はまあ蘇った状態ですね。あとは色のこれも使い込まれた感じでいいんですけどね。この三脚の特徴は、本体の直径よりもネジの直径が大きい。わかりますかね。普通はこのパイプを削り込んでネジを切ると思うんですけど、ネジの方が外にあるんですよね。これすごくないですか？これすごいでしょう、これ。つまり、ネジの太さのパイプを、こちら側を削ってるってことなんですよね、これ作るとき。おそらくですけど。で、ネジの高さを残してるってことですよね。これって、すごく、作るの大変なんじゃないかなと、勝手に想像してます。じゃあ、あとは、傷の色塗りなどやってみたいと思います。足3本とも抜きました。本体一番外側のパイプだけですね、こう色塗りしたいと思います。結構ね、こういう、もう動く部分っていうのはみんなガビガビガリガリで汚かったんですけど、
メッキを削らない程度に綺麗に磨きました。この中こういったところも綺麗に掃除しました。センターポールも、まあ、塗装のない部分なのでこれも外しちゃいたいと思います。ここもね、この、プラパーツ結構汚れてたんで、これでも掃除したんですよね。じゃあこのスコッチブライト、住友 3M のスコッチブライトで軽く擦って足付けをしてから塗装に入ります。こっちが、少し浅い傷をつけた足つけという状態を、完了したところ、こっちがまだこれからのところ光ってますね。このガサガサにすることで後から塗る塗料がしっかりと密着する、食いつくという感じになります。上のカバーは塗らない、この上のカバーは塗らないようにしようと思うので、両側にあるちっちゃいネジを外してカバーは外しておきます。中も掃除しました。このギアでセンターパイプを上げ下げするんですね。で、下がるときはこのロック解除レバーを押しながらじゃないと、下げる方向には回らないようになってます。このレバーも抜いた方がいいのかなと思いますが、面倒なんでそのまま、ここだけちょっとテープ巻いて、ここもテープで覆ってこのまま行こうと思います。こんな感じで短く切ったテープを次々と、塗料のついて欲しくないところに貼っていきます。この後、この、塗る部分の油分を取るために、エタノールで全体をきれいに拭いていきます。マスキングが終わったら、今度は塗料ですね。まずは下塗りはもう定番密着論、これ塗っとけば足つけいらないぐらいなんですけど、これを塗った後、今回はホイール用、ホイールカラーですね。99工房の艶消しブラックを塗りたいと思います。今日は湿度が 34%、気温15度、乾燥状態ですね。色塗るにはなかなかいい状況だと思いますけども、ちょっと気温が低いので、缶スプレーの方は人肌程度にポケットに入れて温めてます。外に来ました。密着論塗っていきたいと思います。好奇心旺盛な野良猫のサビッチャさんが遊びに来てます。おはよう。下塗りが乾いたので上塗りします。全体に塗料を拭き終わったので、これでゆっくり乾燥させます。傷は補修しなかったんでそのままですけど、全体には艶消しのいい色になったんじゃないかなと思います。
色、塗り終わりました。こんな感じです。普通に黒い三脚になりましたね。あとは組み立て直すだけです。組んでいきます。だいたい組み上がりましたね。足をつけ、センターポールをつけ、カバーをかけ、であとはこの深さの分少し補うためにワッシャーを入れます。内径が4分の1インチのものがなかったんでちょっと削って中広くしたものを入れます。これで、サイズの変換ネジを入れます。ちょうど高さぴったりですね。んで、これ下げるときはこれさ、押して回さないと下がらないと。これで全然下がらないですね。これですね。これで OK ですね。はい、こんな感じですかね。とりあえず実用的な三脚ができたんじゃないかなと思います。結構頑丈ですよ。私の手と比べてもね、この雲台のでかさも分かると思うんですけど、かなりでかい雲台ですね。で、三脚、はい、固定すれば全く動かないと。足もなんか剛性感高いですね。がっちりしてます。じゃこれ山に背負っていくのはちょっと無理なんですけれど、車で行ってちょいっと取るときはこの重くて頑丈なのを使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。